この映像では、経済学、特に無駄なくいろいろなものを扱うためにっていう風な経済学である近代経済学と呼ばれるような種類のところで扱う問題設定である、利順最大化とか、効用最大化とかのような最適化に関する解き方とその裏付けの部分を出すようにいたします。また、比較性学という分析方法を紹介いたします。 物の値段が上がった時に作る量や買う量はどう変わるかなどようなものを示すときに使います。最大化の裏付けの方法にはいろいろあるので、使いやすいものを利用するというのが非常に大事になります。で、えっと、基本的にはこういったあり方は、微分が使えれば出せる項目が多いので、きっちり微分は使えるようにしておいていただければと存じます。この映像で前提とする微分の公式は3つございます。 1>, えっと、1つ目がべき上の微分、2つ目が指数関数の微分、3つ目が対数関数の微分のところでございます。で、この Ln というのは、微分すると x 分の1になるような関数と作られた関数で、自然対数と言います。で、この自然対数の逆関数を使って、自然対数の定、えっと、専門用語で年ア数と言いますけれども、この数字 e。 は設定されます特殊な数字なので、ただよく使うから、文字で置いといたというふうなものなので、イコール、イー出てきたときに、何かしらの文字ではなくて、数字の一種なんだと思っていただければと思います。実際にイ、e、ーの値は2.718ぐらいになります。企業の多くは、他の選択肢よりどれだけ手元に多くールかを示す理順 π。 ギリシャ文字で今ここで表示してますけれども、この利パ π を最大化いたします。利順 π、えっと、利ンっていうのはプロフィットと言いますので、その p のギリシャ文字として π が使われます。な、なんで p 使わないの ?p は価格プライスで使っているので、利ンプロフィットのところでは π を使います。単価 p かける生産量の積み重ねで、 売上収入が出ますので、その売上収入から総費用、えっと、今 C をコストというふうに書いてますけれども、生産量 X の関数としての費用を引いてあげて、利順というふうなのは基本的に設定いたします。で 総費用 C、正確には機械費用というふうな言い方をいたしますけれども、これについては生産量 X の関数で書くことが通常できますので、たくさん作るとそれだけ費用をかさんで、作りすぎると利順は下がっていくというところがございます。機械費用というふうな言い方、ちょっと押さえておきましょう。他のことをした場合に得られる利益は諦めるという意味で費用になります。企業を選択できるのは基本的に生産量 X の部分です。 売らないものを作ってもしょうがないので、基本的には売る分だけ作るというふうなところを抑えていただければと思います。簡単なために、今ここでは価格 P をつけたら、その企業を選択する範囲ではいくらでも売れるというふうな状況を設定いたします。これは比較小さな企業にとか、えっと、小さな農家さんとかにはたるような事案でございまして、 ライブル社はたくさんいるので、単価価格について自分の会社で決めることはできずに、市場価格に合わせた価格をつける。このあり方を価格需要者といって、その時の価格をここでは P と表しています。もし P より高い単価をつけたら売れません。あのもうちょっと安いところあるのにわざわざ高いところで買う必要はないからです。で一方で P よりも安い単価をつける必要はない。P、価格 P つけても売れるんだから、安い単価をつける必要はない。で、品質とかが違えば、毎社ブランドとかが違えば、価格が違うとか、いろいろあるのかもしれないけれども、真横に全く同じものっていうふうな形であるとするならば、基本的には価格、単価が安い方を買うはずですから。 こういうふうな状況っていうのを理解する必要がございます。で、このために、企業は単価 P が生産量 X によらないとして、利順、えっと、π イ,イコール P-PX-LargeC の X を最大化するというふうな形になります。で、これを、セミコロンを使って、セミコロンの前に動かす変数、内製変数といいますが、としての X を。で、 動かさない文字、外省パラメータといいますけれども、今回だったら、価格 P、単価の部分っていうふうなのを置いておくとするならば、何を動かすっていうのが分かります。このージョン最大化によって、企業は行動するんだけれども、そのやり方のところで、ところで微分が出てきます。 では、なぜ経済で微分が必要なのかっていうところを押さえていただきましょう。経済学の目的の一つには、限りある資源をいかに有効に活用するかっていうふうな部分がございます。あれもこれも良くするっていうふうなことっていうふうなのは、現実問題としては、全員も満たすってことはできません。で、そうすると、ここは総合的に見で一番いいっていうふうな場所を決めてあげるっていうふうなことが必要になります。そこで、例えば右の山の図のところで、一番高い場所は言われた人だったら、 図で見ると、こんな風にすぐに指摘することができます。だけれども、図に書けなかったら、ないしは正確に示してほしいと言われたら、どうすればいいのか、それを考えていただきたいなというふうに思います。少し賢い人はこんな風に考えます。今、この山は滑らかな山であるといたします。この山の頂上の付近を拡大してみましょう。そうすると、頂上ではほぼ真っ平らになっています。 真っ平いらとううふうなのは傾きが0となります傾きというのはその場所その場所では微分して求めますから微分してイコール0これを1回の必要条件正確には内展開の1回の必要条件と言います略した言い方では1回の条件というふうに言います このイメージを持って次の問題っていうのを考えていただければと思います。まずは企業の利順最大化問題をもとにした問題を取り上げます。製品単価 P のものを X だけ作って売ると、LargeCX だけ費用をかるっていうふうな場合を考えます。この企業は小さくて単価 P を変えるだけの力はなくて、P は X 寄らないというふうな状況を想定します。企業は利順 π。えっと、ここでは X の関数として P は あの動かさないというふうな状況っていうのを想定いたします。これを最も大きくするように生産量 X を決める。X が動いても P は変わらないというふうな状況。で、PX、売上収入の部分から費用を引いている。今回、じゃあ、LargeCX として 6X5 乗プラス1、このような形でちょっを想定したいなと思います。そうすると 引くときには、全体を引くわけですから、プラスの部分、マイナスに直すっていうふうな形で出てくることになります。で、解き方、3段階、押さえておく必要がございます。一つは、今回だったら、生産量 x で1回微分してイコールゼロとする。これを内展開の1回の必要条件といいます。回路時 ちょっと注意をしておいていただければというふうに思います。今回であれば、p は x よらない前提で x で微分しますから、計算していくと p-30x4 乗となります。これが0となるようなっていう場所を取ってあげればいい。これを x について解いて、x が0以上。今ここでは、一方の、えっと、その棒の 利用した統合付き統合は、皆さん普通見慣れている、イコールをつけてあるものと同じような意味と取ってもらえればと思います。えっと、生産量はマイナスになることはありません。せ作らないとしたら生産量ゼロになりますけれども、えっと、マイナス1個作ってっていうふうなこととかはできません。えっと、こういうふうにロ以上っていうふうなもの、マイナスではないよっていうふうな制約を寄付制約というふうに言います。 これ満たすかどうかっていうのをちょっと見てみます。で、じゃあ p イコール 30x4 乗。じゃあ x4 乗が30分の p だ。x イコール30分の p 全体を4分の1乗してあげればいい。分子分もそれぞれ分けてあげて、書いてあげれば、あ、ちゃんと確かに p が正である範囲において、この解いた X ののの値っってていいううは正だなわかるただし、内展開の1回の必要条件っていう風なのは、傾きが0って,っていう場所だけなので、本当に最大になっているかっていうのの確認はちゃんとしてあげないといけない。そこで、一つの方法として2回微分してあげて、で、x が0以上のところから端を除いたどんな正の場所でも、対比的に負になる。 すなわち、競技オーナー、ちょっと後で補足しますけれども、競技オーナーっていうふうなことを示してあげます。これを対比的な2回の十分条件というふうに言います。えっと、通常、つながっている上で滑らかな関数を今回想定していますので、その場合には、 このような方法で実は確認することができます。今回の場合だと2回微分したっていうふうなものとして、ここ2っていう数字がそれぞれ微分するっていう記号の前についているわけで、微分するっていう風な記号の中に入れ込まれているっていうふうなところっていうのは2箇所あるわけでございますけれども、その2っていう数字を上の D のところ、それから下の微分する文字の後のところにつけてあげる。 これによって2回微分するという意味になりますが、これによって、じゃあ計算してあげると、p、p-30x4 乗。p は今 x によらないから、微分すると消える。じゃあ、-30x4 乗は、x で微分してあげれば、-120x3 乗。x が正であれば、-120x3 乗は負になりますから、こんな風にして、x が正、どんな正のところでも、2回微分すれば負になるっていうのを確認によって、 示すすことができます1回微分すると傾きが2回微分すると凹凸が出るっていう風な状況の性質を使ってここでは確認を仕上げてます。なお、他の方法でも確認ができます。少し用語の確認をしておきましょう。 必要条件とは、最大回ならば、この状況を満たさなければならない、などのような関係を指します。例えば、内転会の1回の必要条件というふうな言い方とかは、最大回とかのような状況ならば、この条件を満たさなければならないというふうな形なので、回の候補は出てくるけれども、その回に本当になっているかどうかの確認は別にやらなきゃいけない。これに対して、十分条件。 というふうなのは、この条件を満たせば最大階と言えるなどのような関係を指します。例えば、今回取り上げた対比的な2階の十分条件というふうな言い方とかは、そういうのに該当します。今ここで、階数、えっと、その階段とかの階を使って表示をしておきました。1階微分すると1階の条件、2階微分すると2階の条件というふうな形で言います。対比的、グローバルというふうなのは、 端っこを除きますけれども、範囲内の至る所へっていうのを指すのに対して、局所的、ローカルっていうのは、階の候補の周りだけで言える話、こういうふうな違いがあるというところを押さえておいてほしいと思います。で、次に知っておいていただきたいっていうふうなものとして、比較性学というふうな考え方があります。その最大階 x を p で微分して、政府を見るっていうふうな部分です。 1>, 1回微分すると接線の傾きが出せます。今回やったら、先ほどの x のところに30の4分の1乗分の1かける p の4分の1乗入れてあげて、でやってあげれば、p で微分してあげることによって、このように変形することができます。マイナス4分の3乗をマイナス取って分母の中に入れればいい。 だから、P の4分の3乗分の1となるわけだから、P 正ならば正だというふうに出すことができます。今、指数のところっていうふうなのが、整数以外っていうふうなものを入れましたけれども、こういうふうなものっていうのも普通に定義をすることができます。なので、今回そのまま通させていただきます。微分した値が正ならば、P 上がると、今、この D、P でえっと最適となる解 っていう風な部分のところっていうのを微分してあげると正だった、すなわち P が上がると X が上がり、P 下がると X が下がるっていう風な状況ってできます。一方、微分した値が負の場合は、P 上がると X が下がり、P 下がると X が上がるっていう風な状態になる。もしこの値が0ならば、P が動いても X はほぼ動かないっていう風な状況になります。 こういうふうな分析方法、すなわち解いた後 P のようなパラメータを動かす方法っていうのを比較性学というふうな言い方をいたします。それぞれの色いのろいろ特徴を表すときに、ものすごく大事になる方法なので、しっかり押さえていただきたいなと思います。で、一度微分すると傾きが出ました。二度微分すると元の関数 π が上に出っ張ってる。 下向きに出っ張っているのかの情報すすなわちオーツが分かります下向きに出っ張っ張ている場合だと最小化で使う下に凸というふうに言います。上向きに出っ張っている場合だと最大化で使える方になりますのでこの場合っていうふうなのは O といいます。上に 下に O というふうな形なわけでございますけれども上に下にっていうのを省くときには下にに合わせるので O というふうな言い方をしております高校までの数学とかで例えば二乗に比例する形や二次関数とかを扱うっていうふうな時とかには上にとつ下にとつっていうふうに話をしていたかと思いますけれどもこの O っていうふうな言い方っていうふうな ものとかっていうふうな言い方とかで合わせるっていうふうなものをちょっと知っておいてほしいと思います。2回微分すると不になる点っていうふうな部分については、競技を2回微分する正になるというふうな点は、競技とっというふうな言い方をしております。今回であれば、2回微分する不不になる競技をっていうふうな状況を確認してあげるっていう,ふうなことが大事になってくる。最大化だからね。 参考までに2回微分することで、正じゃない、ゼロかもしれないけれども、ゼロかマイナスっていうふうな場合には、抗議を2回微分することによって、皮膚の状況っていうふうなのは、抗議義凸っていうふうな言い方を一応いたします。本当のことを言うと、抗議を、議義凸っていうのは、ちょっともうちょっと細かい定義っていうのが実はあるんだけれども、 今回はこの形で説明をしておきます。競技っていうふうなのは厳密なっていうふうな意味であり、講義っていうのは広い意味でっていうふうな意味です。今、こちらには練習問題入れてみました。よかったらやってみてほしいなというふうに思います。えっと、あとでここの部分については、 あの提示をするもの、それからあと問題だけ提示をしておくというふうなも物、今2つ入れておきましたので、よかったらここでビデオを止めて、映像を止めてやってみてほしいなというふうに思います、はいえっと。発展としてホテリングの放題と放落線定理というふうなところを押さえておいていただければと思います。単純に単価 B が少しだけ上がれば、売上収入を通して、利潤は生産量の比率だけ上がります。生産量の 部分っていうふうなのが、X が調整されるのを通して、その影響って変わりますけれども、もともと最大化されていれば、P がわずかに動いたくらいでは直接の影響しか残りません。大きく動くと変わります。すなわち、利最大化された後の価格の関数としての利順っていうふうなのは、価格で、価格単価で微分しても、生産量の部分の変動だけになるよ。 っていうふうな形に直すことができる。傾きはね。この性質などを経済学でホテリングの補題というふうに言います。一般的には数学の放楽線定理っていう定理の派生として知られています。ホテリングの補題の一部っていうのをちょっと高校では取り上げておきたいなと思います。その性質とメカニズムちょっと見ておきましょう。単価 P が動いた直接的な影響っていうのは生産量があったかも動かないもの、定数増前として、理順、 パイ,イコール PX-CX を P で微分すれば出てくるはずです。X になります。で、本来的には P が動いた影響というのは直接的な部分と間接的な部分に分けることができる。で、ところが、生産量を通した間接的な部分っていうのは最大化されていれば、微分たる変動では影響がない。だから、直接的な動きだけでは、利順を動かす部分。 というふうなところだけ見てあげればいい生産量を通した間接的な影響というふうなのを見てあげる必要はあえてないこれがホテリングの放題と言われているものになります大きく動けば話は変わってきますあくまでわずかに動いた時の影響ですでちょっとその示し方っていうのをちょっと見ておきたいなと思います利順 π の一部っていう,ふうのを x でくくってあげます 今、低い位置前のところっていうふうな部分を x くくってあげると、5乗から1乗取り出しましたから、4乗だけ残ります。先ほどの計算過程で出ている x4 乗イコール30分の p 代入してあげると、こんなふうに計算することができます。で、もともとの x イコール30の4分の1乗分の1かける p の4分の1乗と、指数に関する性質、えっと、その、 正確には指数法則と言い方しますけれども、それからこんなふうに出すことができます。今ここでは整理してあげました。P 単体は P の1乗と考えることができるから、P の1乗プラス P, その, P の1乗の1と P の4分の1乗の4分の1足してあげればいい。全体の掛け算っていうのは指数の足しさえ直すことができたはずです。で P で こうやってまとめたものっていうのを微分してあげれば、実は x の最大化に位置するっていうふうなことが、こうやって確認ができる。これが、ホーテリングの法題っていうふうなものになります。一応、指数の計算方法を忘れてる人いないしはえっと、その、初めて聞く人いるかもしれませんので、少しだけ押さえておくと。A 回かけたものと B 回かけたものと掛け合わせると、その、A プラス B 回かけたものになるっていうふうな性質とかがあったりいたします。 例えば、2を2回かけた4と2を3回かけた8っていうのを掛け合わせると、32になるわけだけれども、これは2を5回かけた32になってるっていうふうな形。この5っていうのは2プラス3で出すことができる。一方で、割り算とかの場合には、A 回かけたものから B 回かけたものを割ると、A-B 回かけたものになる。じゃあ、2を5回かけた32に対して、2を3回かけた8で割ると、32割る8で4になるけれども、これは2を2回かけたもの。この2には、 5-3で出すことができます。A かけた操作っていうのを B 回繰り返すと、A かける B 回かけたものっていうふうになるはずだ。2を3回かけて8は作られるけれども、その3回かける操作を2回繰り返すと、2を6回、つまり3かける2回かけた64になるはずです。で他にもあの今後を使った扱い方など、いろんなものっていうのがございます。で今は1、2、3とかのような自然数だけ。 すなわち、えっと、普通に見慣れている数だけで説明いたしますけどこれはすべての数で同じような操作ができます。一応、念のため式にしておくと、こんなような感じになるっていう風なものを少し見てもらえればと思います。さて、ちょっと先ほどの形のものっていうので、 はえっと、その練習っていうのを入れておきましたので、よかったら確認してやってほしいなと思います。映像を止めてやってみてほしいなというふうに思います。そのホペリングの古題の一部、すなわち最大化された理順、ティの単価 p で微分した結果が何になるかっていうところまでやってみてほしいなと思います。うまくできたら次のところに進んでください。はい、ちょっと応用として、別の最大 確認方法といううころを取り上げておきましょう対位的な2回の十分条件とは微分が簡単にできて符号がすぐに決まる場合には使えますけれどもそうじゃない場合でいうのを確認方法も大事になります例えばこんなような釣り金のような形っていうふうなものを見てもらうと上向きに出っ張ってる王関数の形だけじゃない部分もある。 だから、回引だっていうふうな条件が使えない。そこで、一回微分した場合っていうふうなものの、符号と解の範囲が逆っていうふうな状況っていうのを確認してあげるっていうふうなやり方で対処することができるっていうのを押さえておきましょう。微分せ正の部分っていうふうなのが、その解の候補よりも小さい範囲になり、微分せ負のっていうふうな状況っていうのは、 解の候補よりも大きい範囲っていう風なと、図に書いてあげると、このような形に書くことができます。そうすると、確かに、今回の30分の p 全体を4分の1乗っていう風うにした値っていう風うなのでは、本当に、最大となっているなっていう風うなことが確認できる。 その左側、すなわち小さい方では傾きが正であり、その右側、大きい方では傾きが不意になっているという風な状況であれば、その回の候補は本当に最大回となっているというふうに言うことができます。で、先ほどの最大値の確認というのをこの応用練習でやってみてほしいなというふうに思います。上の形だけ一応回答例示しておきましょう。微分すると、 p 引く 40x 3乗イコール0となる。x 3乗イコール40分の p となる。x は40の3分の1乗分の1かける p の3分の1乗、正だっていうことが確認できる。p が正なのね。で、2回微分すると、p は今 x によらないという前提だから消えるので、-120x 2乗となる。x が正ならばこの値は不意になる。で、 今、も、えっともとの関数を微分した p-40x3 乗が正のところっていう風に見てあげると、x は解の方法よりも負の部分になるし、もともとの関数を x で微分した p-40x3 乗が負のところ、すなわち傾きが負のところっていう風なのは、解の方法よりも大きいところっていう風な形で出てくる。こんな風にして最大性ってのは確かに確認ができる。 X をじゃあ、さっき求めた最大回の状況っていう風なものに入れてあげて、P で微分してあげるとするならば、指数、型の数字の3分の1が前に出てきて、型の数字1引けばいいから、P をマイナス3分の2乗、マイナスは取って分母に入れることができるから、 えっと、p の3分の2乗分の1というふうに直すことができるので、正だというふうに言えることができる。で、これ、実際に、x3 乗イコール40分の p っていうふうに入れてあげれば、こんなふうに整理をすることができる。その、入れた後の π。これ、えっと、専門用語では、 価値関数っていう風な言い方をするんだけれども、この価値関数を、じゃあ外省パラメータ、すなわち、動かさなかった後の文字、P で微分してあげれば、計算してあげると、40の3分の1乗、分の1かける P の3分の1乗になった。確かに、X の最適な値と一致しているっていうことは、これで確認ができる。このような風にして、確かに言えるっていう風なことが示,し示せるわけでございます。 微分の経済学における応用として、企業のレジオの最大化問題の解き方っていうのを今回取り扱っていきました。1回微分 C イコール0、遠く、内展開の1回の必要条件で、最大回とかの最適解の大半は出てくるわけでございますけれども、X は0以上とかのような範囲がついているときには、その範囲を満たしていることの確認が必要になります。そして、本当に最大かどうかの確認方法といくいつかあって、えっと 今回の映像のこところは、その中で比較的近代経済学でよく使われる対比的な2階の十分条件を中心に取り上げさせていただきました。2次関数以外でもこのやり方っていうのは可能になります。で、比較性枠までできるっていうふうな状況っていう,ふうのを大事にしていただければと思います。以上でこの映像の説明を終えます。